三冠車3 days ボートレースバトルトーナメント、今日は雲がかかっています。ボートレース唐津の上空、初日は強い風で安定板がつきましたが、3日目最終日の今日、風は今非常に穏やかです。一般戦の第2レースを迎えました。1号艇は岡山の長谷川正和、2号艇香川の近江翔吾、3号艇佐賀の峰竜太、4号艇広島の井内正太郎、5号艇徳島の沖津愛、6号艇広島の上平慎二です。コース取りは動きは見られず、本番も枠番通りとなりそうです。1号艇には長谷川正和です。シリーズ初勝利を目指しての引戦。2コースには2号艇の近江翔吾、そしてここは3号艇で登場です峰竜太。セミファイナルはファイトを見せましたが3着まででした。最終日2回走りで大いに見せ場作るでしょうか。まずここは3コースです。4コース角には4号艇の井内正太郎、5コースが5号艇の沖津愛、そして6コースから行きます6号艇は上平慎二。昨日陰線まくられましたが、道中は3着に浮上しました6号艇の上平です。一般戦の第2レース、枠なりの進入、体型は3対3です。進入はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番、スタートしました。1号艇、2号艇、3号艇、それから5号艇が好スタート。それほど差がないスリットから一周1マークです。1号艇長谷川インから割って、2号艇の近江が差しに構え、まくり差し、3号艇の峰さん、これが入ってきました。スタートは前提正常でした。3コースからのまくり差しで長谷川を捉えています3号艇の峰。3番と1番抜け出しました。さあ1周の2マークは3号艇の峰が回って、1号艇の長谷川全速戦で襲いかかりますが、3号艇の峰が受け止めながら前へ出る。先頭3号艇の峰竜太、1号艇の長谷川が2番手です。3番手は他4艇がびっちりと固まっています。2周目1マーク、まずは3号艇の峰が回り、続いて1号艇の長谷川、3番手は2号艇の近江が先行し、続いて4番、6番、5番ですが、3番手は2号艇の近江がかわしてきました。上位の体型3番、1番、2番で2周2マークへと向かっています。先頭は3号艇の峰竜太、2周の2マークトップでクリア。続いて1号艇長谷川正和、3番手で2号艇の近江翔吾、3番手は2号艇の近江がキープをしながら、レースは最終周回へと入ります。先頭を走っています3号艇の峰、最終1マークもトップでクリアし、最後の向上面です。そして1号艇長谷川2番手追走、3番手で2号艇の近江が回りました。3番手はそのまま2号艇の近江翔吾、上位の体型は3番、1番、2番、3、1、2の3連単のオッズは1番人気 9.6 倍です。この後は第11レース1号艇で登場します。3号艇の峰竜太、2番手1号艇長谷川正和、3番手が2号艇の近江翔吾。第2レースまもなくゴールです。3番ゴールイン、1番ゴールイン、2番ゴールイン、6番と5番は接戦でゴールイン、4番ゴールインです。